コーヒービレッジという施設を作りました。今までと大きく違うのは体験型で五感に訴える博物館、実際にコーヒーをローストできるとか月替わりでコーヒーを比較シーンする、いろんな見どころを満載していると自負してございます。普段はコーヒー教室を主にしておりまして、ペーパードリップ、サイフォン、エスプレッソ、全てできるお部屋になっております。お店にバリスタとして立たれている方から、おうちカフェでお招きされた時にお出ししたいということで受けられる方もいらっしゃいます。一般の消費者の方々から完全に外食のプロの方々、その外食にまつわる企業の社員の方々の研修だったり、スーパーのバイヤーの方々とか、コーヒーの豆を売るところに関する全ての方々とここで勉強していただくという教室になっています。カッピングの際に視覚をなくして嗅覚と味覚だけでコーヒーを判断するというトレーニングができる部屋になっています。絶対に楽しい場所なんで、お越しいただきたいと思います。